まあ公務員を辞めて今エンジニアでプログラミングなんてもう二度とやらにその時に勉強して技術さえ持っていれば食べていけるよねっていうところにまあ気づけたこんにちは声優エンジニアのきです。 本日はサムライエンジニア卒業生の張本淳平さんにお越しいただきましたえ、私は張本淳平と申しますサムライエンジニアさんでプログラミングを勉強させていただいて未経験から無事今はエンジニアとして働かせていただいてます今はまエンジニアしながらブログの勉強をしたりサムライエンジニアさんで学んだ技術を使ってホームページ作成の仕事を取っていったり今からこう積極的に動いていこうとしているものです <laughs> はい、今日はよろしくお願いします なんかあの大学の時にもう一生プログラミング学ばないって思ったらしいんですがそれはどうしだったんですか高校生の時にああののドラマのガリレオってあるじゃないいですかす、ね、はい、はい、すそれが大好きで、はい、いや僕も物理学目指そうと思って入ったはいいものの大学に入ったらそこで初めてプログラミングっていうものをこう触れて自分から学ぼうと思って学んだわけじゃないので、まあ、授業で取らないといけなかったので、はい、その時 学んだ言しンはなんててもう二度とやな、ね、その時に <laughs> 思ってました <laughs> なぜプログラミングを学ぼうと思ったんですか前職であの公務員をやっててたまたまあの情報システムの担当になりまして<ー>人並みにはパソコン使えるけどぐらいなレベルだったんですけど実際配属されるともうそのレベルじゃ仕事の対応ができないと。 やっぱりそのシステム系で全然知らないので対応にすごい時間がかかってたんですよ。あ<ー>で、まあ、実際に調べようにも、はい、何を調べたらいいのか分かんないみたいなとこがあって、はい、でそこがあったので、まあ、これちょっとちゃんと知ってないと対応できないぞってとこが、まあ、まずはありました職業柄 SE さんと売り込みとかに来られたりあのサーバーの構築とかお任せしてたので、はい、そういうとこでこう絡む機会があって。 そこでこうお話を聞いているとあこういうふうにこう作っているんだとかあこういうのが必要なんだなというところを聞いていくうちにあ自分も作り手側に回りたいなという思いがなんかどんどんこう出てきて今のこうコロナのご時世の中で公務員なんで辞めるのというところがやっぱたくさんの方に言われたんですけどやっぱりその作り手に回りたいという思いを優先しようと思って、まあ、公務員を辞めて今エンジニアそして今 あんなにやりたくなかったプログラミングを好んでやっているっていうところ。<laughs> いろいろなスクールがある中で、サムライエンジニアを選ばれた理由は何だったんですか。何個か、その体験レッスン。でのを体験していた中で、サムライエンジニア塾が一番やっぱ自分的に衝撃的だったのが。体験で2回も体験できるんだっていうところが、個人的にはすごい。 まあありりがたたいいなというところもありましたし1回目でこうラフにこうお話しさせていただいたりで2回目には具体的にこ,うまあこれがいいかもしれませんねっていう提案していただいた内容をじゃあうちでそれを受けるのであれば費用がこんぐらいかかってでまあ期間はこんぐらいからここまでですねとまあそうですそうです。結構詳しく本当に詳しく説明していただいたのであのそこの安心感はもうどこよりも大きかったですね。 オリリジナルカリキュラムを今回作成ししててみていかかがでしたもともと独学で始めたっていう話をちょっとしたんですけどその時の課題は分かるようになるんだけどそれがどう組み合わさってホームページっていうものができているのとか、はい、その流れっていうのが全然分かんなかったので、はい、そのポートフォリオを作る作るに際していろいろ教えていただいた中で、はい、あこういうふうに作っていけば ホームページができるんだっていうところの全体の流れが分かったので、はい、作れるっていう自信がそこでついたっていうところですね。スクールはどのように活用できたなと感じますか。一番大きかったなって思うのは、はい、ポートフォリオがあるからこそ安心して転職活動ができたっていうのはありますね。<ー>そこが一番大きいかなっていうところと、はい、転職活動しながらもまあ勉強もしながらインストラクターさんにたくさん支えてもらいながら。 あの行うことができたので、はい、なんかそこの安心感、うん、多分その受講が終わってなかったからこその安心感はあったのかもしれないです。落ちたのでこういうところを勉強しないといけなかったなってところとか、はい、まだ受講中なのでたくさん聞けたりするので、はい、心の余裕としてとか安心感としてはすごく大きかったです。じゃあ受講後なんですけども、はい、ライフスタイルとか普段の生活に変化ありました？そうですね。あの一番大きい変化としては、はい、あの。 公務員の時代と比べてやっぱ収入が大きく上がったとっいうところですかね、はい,ねはいそれは嬉しい変化ですね。<laughs> でそまあ、10万ぐらい上がったので、それはすごい、はいはい、ありがたいかなというところと、はい、なんかこう、余裕ができたというところもありますね、時間的な余裕もですし、はい、なんか勉強していけば、はい、あのもっと大きな仕事ができるんじゃないかとか、はい、あのもっと あの収入を上げることができるんじゃないかっていうところを感じることができたっていうところであの勉強意欲はそのその中でやっぱりどんな、まあ、コロナとか想定もしてなかった今時代になってきてるじゃないですかだからもうどこに所属するとかそういうのにこだわってたら、まあ、どうなるかまあ全然わかんないので。 そう,そうなんですよ。だから自分自身がどう稼いでいけるのか、はい、どう生きていけるのかとかっていうところがどんな時代になっても勉強して技術さえ持っていればあの食べていけるよねっていうところに、まあ、気づけたというところは大きな変化でですすね。すね。そうよしかも地方だとより、ね、都心よりあの就職が難しいんじゃないかとかそういう不安もありますけど、うん、IT だとこうやって五社もないてもらえたりとか。 住む場所も選ばず。できますもんね。ねえっと、今後作ってみたいプログラムとか、何かありますか?はい。そうですね。あの、一つだけあって。はい、あの、地元徳之島って、と闘牛。あの、はい、スペインの闘牛とは違って。はい、徳之島の闘牛は、今度牛同士の戦いなので。それって、今のこう、コロナ禍で。 観光客がなかなか島に入れないっていうところとかがあってその徳之島にいなくても多くの人に見てもらえるようなシステムが作れたらいいまあ動画配信のシステムなんですけど最終的にはそこを作れて、まあ、それを含めてその徳之島の人がこういうの欲しいよっていうものを提供できるような人物になるためにもどんどん勉強を重ねていきたいなっていうところがあります。 これからプログラミングを学びたい方とかスクールをちょっと迷っている方にメッセージあればお願いします自分自身もそのプログラミングを学ぶ時にプロゲートを使ったって話をしたんですけれどもその時点でプロググラミングスクール本当に迷っていました、うん、であのやっぱ金額的にもあるので迷ってたところもあるんですけどやっぱりそこは技術を身につけたら金額っていうのは絶対回収できるところなので。 そこは勇気を出して一歩踏み出せばあの自分自身の働き方とかあの考え方とか今後の人生に本当に大きく左右するようなところだと思うのでその一歩怖がらないで踏み出してもららえたらなと思います張本さんの情報とあと無料体験レッスンのことも概要欄に貼ってありますのでぜひそこから見てみてください。 ありがとうございましたありがとうございました